はい、どうも、最近花粉でやられてるももみと同じくゆうたです。ずっとだからね、鼻炎一年中、うん、助けてほしい。そんなことはどうでもいい。今回やるのは、久しぶりの激辛。おお、避けてた、もうね、年。まあ、激辛も大好きなんだけど、うん、体にダメージがくるようになったから避けてた。まあ確かにね、私そんなね、激辛ネタってなくなってきちゃったの、 YouTube どっかじゃけ。でも、まあ、そんな中俺らが結構ずっとやってきてる。はい、じゃあいいよ、そこ間違いで開けちゃったところをわざと隠さなくても。全然言わなくていいから。ブルタック麺、これ今まで、普通のブルタック麺2倍ブルタック麺、うん、チーズをやってきました。もう一種類があるらしいんだけど、とりあえず今手に入るのがこれらしい。でね、これね、ブルタック麺のね、ここに書いてあるんだけどね、マーラーって書いてあるね。マーラーってなんか香辛料は確か名前なのよ。そうだよね、俺聞いたことある。マーラーなん担々麺とかさ、マーラー油とかさ、うん、マーラー油とか、そうそう。違う。編集しないよ。ああ、知ってよ、知ってよ、知ってほしいからやってね。なんですよ、これをね、食べていこうと。で、僕らね、さっきね、お昼ご飯食べちゃった。1個にしよう。ああ、そうだね。もったいないじゃん、残すのはね。色はすごそうだね。パッケージが紫だし、キャラクターもふざけてるから。これを調理していきたいと思います。やっていこう。こんな感じで出来上がりました。食べたことないんだね、この人。俺はないね。俺がじゃあ一回確かめるわ。あ、OK、うん、辛そうだな。ね、美味しい。おー、辛い、普通に辛いですけど、前やった風ではない。はい、久々ですからね。おい、久々だよ、辛いの。よーし、あー、なるほど。いや、辛いの、辛いのよ。あのね、味は今までのブルタック麺に、なんていうんだろう、ちょっとね、香辛料というか、スパイシーさが加わった感じ。マーラーの香りしますね。でも辛さは、ここまでで一番低いかな。美味しいです。美味しい、確かに。美味しいです。味はうまい。味、麺の感じ、やっぱ美味しい。久々だもん。ああ。本当に久々だよね、辛いの。久々だよ。つえ。デスソースが100じゃん。うん、100だとしたらいくつでこいつは。75。あ、60ぐらい。癖になるね、辛さとちょっと甘さもある。うん、普通に辛い。はい、これはね、結構辛いと思う。多分これぐらいのリアクションで食べてるけど、普通の人だったら結構絶叫レベルかもしれない。アマゾンに売ってますので、激辛好きの人ぜひ食べてみてください。ももふんくんが限界なので、そろそろ終わります。やばいっす。以上、ジョーカーズでした。ありがとうございます。見たかった、今食べ続けるとやっぱカレーは。あ、